4畳半プレゼンター身長は高いですが腰は低いラファエルこと竹内ラファエル清です。話をする前に前作の話、前作のプレゼンテーションでディズニー感動エピソードマーメイドの届け物をプレゼントしました。覚えてるでしょ。ある少年が夢の国で買ったサイン入りポストカード入りのカードホルダーをジャングルクルーズの川の中に落としてしまい、それをアリエルが拾って届けてくれたというお話です。今回は前作の続編なんですが、まだ見てない方はこちらからご覧ください。その方が点と線が繋がって面白い。下の概要欄に貼っておくからね。いい。そしてその話の後日談なんですが、カードホルダーを手渡したキャストさん宛に少年のお父さんから一通の手紙が届きました。とても感動的なお手紙です。今回はこれを拝読させていただきます。読みますよ。いきますよ。心の準備はいいですか。先日はサイン帳の件ありがとうございました。実は連れていた息子は脳腫瘍でいつ死んでしまうかわからない、そんな状態の時でした。息子は物心ついた時からテレビを見ては、パパディズニーランド連れて行ってね、ディズニーランドに行こうねと毎日ように言っていました。もしかしたら約束を果たせないかもしれない、そんな時でした。どうしても息子をディズニーランドに連れて行ってあげたいと思い、命があと数日で終わってしまうかもしれない時に無理を承知で息子をディズニーランドへ連れて行きました。その息子が夢にまで見ていた大切なサイン帳を落としてしまったのです。あのご用意いただいたサイン帳が見つかった時の息子の顔は今でも鮮明に覚えています。その後もパパありがとう、パパありがとう、そう言いながら息子は数日前に息を引き取りました。死ぬ直前までは息子はそのサイン帳を眺めては、パパディズニーランド楽しかったね、ありがとう、また行こうねと言いながらサイン帳を胸に抱えたまま永遠の眠りにつきました。もしあなたがあの時あのサイン帳を用意してくださらなかったら、マーメイドが拾ってくれなかったら、息子はこんなにも安らかな眠りにつけなかったと思います。私は息子はディズニーランドの星になったと思っています。あなたのおかげです。本当にありがとうございました。手紙を読んだキャストはその場で泣き崩れました。ラファエルが知る限りディズニーで最も切なく最も悲しいハッピーエンドです。もしあの時ジャングルクルーズのキャストさんがマニュアル通りに行動していれば、申し訳ありません、川に落としたものを回収することはできかねます。この一言で終わりです。その時点で終わりです。しかしキャストさんの気遣いをおもてなし、ホスピタリティ精神がこんな奇跡を起こした。神様のいたずらみたいにね。笑い声は時代声、想像力は年を取らない、そして夢は永遠のものだ、ウォルト・ディズニー。キャストさんの想像力、イマジネーションはお子様の笑顔を喜び幸せにつながりました。そして何より素敵な夢を見ながらの永遠の眠りに、安らかな眠りにつながりました。皆さんもどんな小さな気遣いでも結構です。小さな気遣いを重ねていけば、積み重ねていけば、きっと見ず知らずのどこかの誰かの大きな幸せにつながっているかもしれません。この話を聞いて皆さんの明日のホスピタリティステージにつながっていればラファエルもとても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてグラッチェ、またお会いしましょう。 To be continue. See you. Good luck. またね。